チューン・ヤーズはアメリカの女性ミュージシャンメリル・ガーバスによる音楽プロジェクト。カリフォルニア州オークランドを拠点に活動。ループマシンを駆使した老廃でオーガニックな演奏と独特な歌による実験的なサウンドが特徴。正式な表記はツネ・アーズ。ライブで演奏するメリル・ガーバスメリル・ガーバスは1979年ニュージャージーに生まれコネチカットで育つ。 学生時代にはケニアに留学、その後人形劇やベビーシッターを経験したが、仕事を辞めてモントリオールに移り住み音楽を始める。2009年、ファーストアルバム、バード・ブレーンズを自主制作、ダーティー・プロジェクターズを排出したマリッジレコーズからアナログとカセット版で発売した。それを聞いたン・エディがすぐに契約し1000枚限定の CD 版として再発売された。 海外音楽メディアはダーティープロジェクターズ、MIA、病区、ク、オノヨこと等と比較して称賛した。2011年、セカンドアルバム、フーキルを発売。ピッチフォークは年間ベストリストで、同アルバムを7位に、収録曲、ビジネスを13位に選出。2014年、サードアルバム、ニッキー・ナックを発売。2015年2月21日、発来日公演となる。 ホステスクラブウィークエンダーに出演。2018年、ホースアルバム、Can Feel You Creep Into My Private Life をリリースする。2019年、コトン HD アルバム、Story to Bother You を発表。ありがとうございます。